髪はさ、ダウン入れてないんだ。外すいてるだけ。外すい、これ痛みすぎて疲れたんです、うん、ああそうなんだ。あ、痛みすぎてね。そう、痛みすぎて。もっと重さがあった方がいいよ。いや、自分的に。でもなんか最近痛みすぎて、いや、もういらないです、これ以上。ああ、巻いたらだって重さ出るもんね、結構ね。パンタブ来てるじゃん。お腹空いてない。ああ、そうだ、パンタブ。パンタブよ。つなげといて。はい。ワンポイントアドバイス。どんぐりのちくわパン食べます、ね。食べながら見ます。前髪最後に巻くの？前髪最後です。その時の気分で左にするか右にするか考えるから最後です。最後に決めるの？右と左。そうですか、流すか、その日で全然決めます。最後に。その時の感覚？感覚。今日こっちだなっていう感覚。それ中巻くときさ、はい、外側から入る、内側から入る、そこもランダム？ランダムです。考えない、無の状態。本当に無でやってます。で、うるさい？いや、全然うるさくない。うるさくない。大丈夫大丈夫。なんかブロッキングとなっていいのか、適当にやるのがいい。はい、もうブロックする、なんかブロックやっちゃったの、うん、本当にちゃんとやらなきゃっていう。あ、感覚の雰囲気がいいのね。そうです。ブロック取っちゃうとちょっと、なんだろう、雰囲気でここがちょっと、うん、ここがちょっと、もうちょっとこうかな。でブロック取っちゃうとなんか気になるんですよ。きっちりなりすぎるもん、うん、そこなんで外離したの？そこはなんか雰囲気的に？雰囲気です。足りないところもこうやって補っていくんですよ、最後。おー、ああ、ちょっとポイントでね。そうです。それはじゃあちょっとの量を取って。うるさい？うるさくないです。っていうか変わってて、こっち終わったらこっちってやるから、これ一回借りていいですか？うん、あ、いいね。はい、あ、一回じゃあそこでも最初に固めちゃうの。はい。そうしないと崩れちゃうからね。で、でも後からブラシします。あー、ちょっと硬すぎる。いや、いい感じです、大丈夫です。あー、なんかうるさいね。そういうことも、で、後で、そっか、ブラシするんだ。あんまりきついのか、なんか夜の束感が出すぎちゃう。夜の人感は出るじゃないですか、なんか束感出すぎると。いや、なんかそれ、あー、そこ、みんな自分でやってくれればいいね、みんな最後。あ、それいいですね。今度から掃除の。そうなの。明日から。早い。そんなの、でも、お金かかるみたいな。追加料金で、最後のセットっていうのダメなんですか？あ、あの、営業中はお願いよ。あ、夜だよ。っていうか、あんまり、最後自分でやりたい人だもん。なんか美容師さんに何もしないで。俺もやってもらいたい。何もしないで、ストレートで、そのまま終わってほしくて。なんか自分でやんないとしっくり来ないんですよ、全部。ちょっとアイロン入れちゃったから微妙じゃない？大丈夫？いや、うん、え、ここで前髪いっちゃうんだ。はい。今日はどっちにしたの？どっちにしました？なんで？うざいでしょ？うざいでしょ？なんとなくです。はい。やっぱ視聴者の期待の代わりに、一個のことしか言ってないから話せなくなっちゃうから、なんか話しとる。じゃあ、パン食べてる。はい。3秒ぐらいなんだね、多分プレスする時間は。はい、あんまり。うん、やべえ。これ波ウェーブになるんですか？波ウェーブから縦ウェーブ。謎だ。多分癖毛だから、うん、全部横で
巻きすぎるとボリューム出すぎるから最後縦に重ねてます。そうです。甘いやつですか？チーズケーキだこれ。そうです、チーズケーキパンみたいな。でもね、これね、めっちゃうまいんだけど、うん、すっごいよこれ。なんかボロボロとる、うん、あ、腹色飛んでおっかね。腹はあ、西さん、ありがとうございます。カラーなんですけど、スローの V8 と、スローのピンクの8で、根元の方は残液に対して 20% を、グレーカラーの CP の、スローカラーの6を混ぜたんですけど、結局彼女はブリーチ4回ぐらいしてるんで色が入んないんですよね。で、シャンプー台でシャンプーしたら色が抜けてしまってで、どうしようかなと思ったんで、そこで、アプリエのバイオレット、それから、フォレストンのピンク、これが結構、染色能力が強いんで、それでなんとか無理やりやりました。まあ、もしかしたら塩基性カラーとかマニパに使って色を入れた方が、まあ、彼女の髪にはよく入るのかなと思ったんですけど、今日はヘア台だけでちょっとやってみたんですけど、アフターでつけたのは、アプリエのバイオレットと、フォレストンのピンクなんですけど、カチオンがセルロースで溶きました。2剤オキシは使ってません。残留オキシで、対応してます。まあ、もしそれでカチセロで溶いてやったんですけど、パーマの2液の加水とか上からかければ反応するんで、そんな感じでもいいかなと思います。匂いがどうしてもシャンプー台でつけると加水を混ぜてしまうと結構匂いがすごいんで、カチオンガセルローズでとりあえずやってます。やりました。透明感切るモードはグレーっぽく出てくるんですね。なるほど。だから、あ、西さん、そうですね、確かに、さすが、さすがです。西さんこそさすがです。だからちょっとダブルカラーになっちゃったんですけど、色が抜けちゃって、うん、透明感はあります。いますよね、ミルさんね、うん、コメントありがとうございます。太ったな。いやめっちゃ太った、マジやばい。昨日もやった、昨日のステーキ。肉は太らないですよ。肉ダイエットってあるって今日言ってたお客さん。太らないですね。それで150キロの人が肉を食べて60キロになったって言ってた。肉は太らないかな。60キロだよ、150キロが。やばくない？肉ダイエットしてるから。うるさい。ね、うるさくないです大丈夫です。ブリーチ剤に混合剤入れてますけど、彼女4回やってて、今日のリタッチのブリーチ剤には混合剤入れてます。混合剤はちょっと今いろいろな薬事法関係でここでは入れません。すいません。あれですね、西さんのブリーチ剤、傷まないブリーチ剤みたいな感じの、最近なんだっけ、あれだ、グリオキシル酸系は入れてないですよ。グリオキシル酸は入れてないです。グリオキシル酸はうちは入れてなくて違うの入れてるんで、それが薬事法に引っかかるんで入れないんですよね。まあ、グリオキシル酸もちょっと実際グレーゾーンですよね、日本では。そうなんですよね、最近そういうのが出てきて、傷まないブリーチというのにグリオキシル酸を入れてやってるんですよね、西さんね。グリオキシル酸を入れない理由ですか？いや、特に理由はないです。いや、入れた方がいいですよね。今日の服の色と髪が一緒じゃねえかっていう。ちょっとどうしよう。いいんじゃない？いや、嫌ですよ。なんでいいじゃん。いや、
そうなる気もして、ちょっと黒のセーター一応持ってきた。え、いい、かわいいよ、合ってるよ。大変なさ、同化してません？大丈夫ですか？同化してない、大丈夫。大変はちょっとごまかせません。ちょっと途中負けてないけど、毛先やっちゃえば大丈夫。やっちゃえば大丈夫なんです。表面までやるのシューベルだ。あ、シューベル。表面ちょっと巻いた、巻いたりするの巻かないするかも。あ、多分します。あ、後で。はい。で、今スプレーをかけて、それ硬すぎたな。あ、ちょっとスプレーが大丈夫です。本当はあれだよね、もっと。パーマみたいにしたいんですよ。あ、でもパーマかけたくないから。あ、まあ、これコテでやった方が綺麗なんだ。パーマかかんないもん、あなた。その前に無理ですね。絶対かけたくないもん。俺もなんかかけて。あ、試してみます。西さん、試してみましょう。え、ちょっと待って、それ何？諦めモード。いや、結構いい感じできた。でもいつもこんなんです。いいじゃん、いいじゃん、全然いいよ。それケープが一番いいよ。ていうか、いつもおばあちゃんちで V45 使ってます。うーん、か、そうやりやすいのか、ケープのスーパーハード、どっちかで。うーん、靴とかせばパリパリじゃなくなるからいいんですよね。 V45? あー、串が通るから。そうなの。なるほどね。よし、皆さん大丈夫でしょうか。こんな感じにできました。左にお願いします。左、こっち、左の2カメね。1カメ、2カメ、2カメもお願いします。これ2カメですか。はい、2カメ点滅してるからやばい。ありがとうございます。ということで、僕は何もしてませんができました。できました。終わり。じゃあ皆さん、さようなら。バイバーイ。